カメラ構えてる方は撮っていただいて、カメラを撮らないときには撮っていただいて
けど、ちょっとさきなさんお願いします。はい、あの次の曲はですね、クラップがとても多い曲になっております。おお、何の曲かわかるかな。ね、クラップ、一緒に、私たちがクラップしたら一緒にクラップしてほしいです。お願いします。私手を挙げるところとかも、ね、いっぱいあるので、よかったら一緒にやってください。あと私とさきながちょっと煽るので、ぜひ一緒に声も出していただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。それでは一緒に盛り上がっていきましょう。早速いきましょう。それでは聴いてください、ファンタスティックスターズ。We'll be right back.
Oh,
から本当に一緒にしていただきありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとちゃんとしたもん。はい、そうですね、12月の毎週火曜日に私たちのね、そう、定期公演がね、そうなんですよ。今日1回目、第1回に12月1週目で、で、来週が生誕祭が、私とクレアの生誕祭を開いていただくのと、3回目がクリスマス、初めてチャリティー4はクリスマスを過ごすんですけれども、一緒に過ごしていただけると嬉しいです。で、コスプレとクリスマスカバー曲を、まあ、ちょろちょろっと何曲ですか、結構頑張ってるんだけど、言い方によってね、2曲ぐらい、ね、ありちゃった。やるのね、楽しみにしててください。そして28日が今年最後のチャリティー4のライブになるんですが、そこではまあいろんなね重大発表があるので、ぜひ楽しみにしててくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。でですね、私たち今大体8ヶ月かな、デビューして。そうですね、そう、8ヶ月経って初めて単独の定期公演を開かせていただいて、本当に皆様が応援してくれるおかげでこういうね素敵なライブを開くことができるのは本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。これから韓国に2週間迎えるんですが、それに向けてもっともっと私たちチャリティー4も全力で頑張っていくので、ぜひ私たちのことを応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、次のライブを告知お願いします。はい、次のライブが明日、池袋リボイスさんにて行います。お時間ある方に来てください。お待ちしております。お願いします。はい、そして来週の定期公演はなんと姫子とクレアの生誕祭があります。イエーイ。マイクの女と真冬の女のね、そう、真冬のダブルコンボカバー曲もなんとか結構盛りだくさんで、本当に申し訳ないぐらい盛りだくさんで、みんなにお願いしちゃったので汗汗って感じなんですけど、このね、私たち以外のさっきなんと小鳥のことが好きな方も絶対楽しめる曲なので、見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それも8時からです。はい、時間は全部一緒なんで、よかったらね来てください。お待ちしております。はい、そしてこの後すぐ最終分、あ、終演後分間があります。ご新規様ツイッターフォローでチェック、ぜひ遊びに来てください。待ってます。お願いします。はい、早いものでもうね50分、1時間ぐらい経ってしまったんですけども、ね、なんか全然そんな感じしないぐらいもうめちゃめちゃ楽しくて、私たちも楽しかったので本当は楽しく、ね、なってもらわなきゃいけないんですけど、私たちはめっちゃ楽しかったです。楽しかったですか。ね、なんかさ声出しできるからね、お店に帰ってくるのがめちゃくちゃ嬉しい。そんな方からありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ来週も来ていただけると嬉しいし、明日も明後日も待って